喋ります。皆さん、こんばんは。こんばんは。こんばんはですかね。微妙な時間ですね。今日はお越しいただきましてありがとうございます。明日からどうやらまた宣言が出るというすれすれギリギリのなんともスリリングな、ライブにですね、命がけでようこそお越しくださいました。90分ワンステイなんですけれども、ぜひ楽しんでいってください。最初にお勧めしたいことがありまして、今日限定のカクテルが、ね、ございます。ありがとうございます。アミミクゼンに、3層になっております。はい、アルコールとノンアルコールがございまして、噂によると明日からもしかしてノンアルコール生活を強いられるかもしれないようなので、皆さん今日のうちにですね、悔いのないようにたくさん飲んで細胞に染み渡らせておいてください。すごい進め方になりました。演奏中でも今日休憩時間がございませんので、演奏中でもいつでもスタッフの方のあれであれであれあれして、どんどん飲んでいただければなと思います。よろしくお願いします。それではじゃあいいですかね。やっちゃいます。はい、Thank you.
がとうございました、今日はですね何年かぶりのアミミク千里ということでこんな中たくさん来ていただいて本当にありがとうございます。90分一本勝負ということで、予定では2セットできる予定だったので今日はあの曲たくさん用意して、もうダダダとやっていきたいのでダラダラとは喋らずにいきたいと思います。1曲目はみくちゃんのいいのかな、はい、プロジェクト M という、私も参加しているバンドの、アルバムからスカボロフェアをご紹介させていただきました、はい、次は、はい、私の、はい、新曲、割と新しい、結構新しい、一番新しい曲なんですけど、クローバーという曲をまだ本当出来たてほやほやでどういう風に最終的に完成させようかなという時にみくちゃんとできて、まあ、リハでやったんですけどすごくいい感じに出来上がったので初披露みたいなもんですね、ほぼね。クローバーじゃあ聴いていただきます。Thank you.
順番が私の知らないところで打ち合わせなさってたわけじゃあ、そっか、今日ね、なんか私はこう華やかなお二人をこう後ろから見守ってたので、適宜あのよく考えるとアミミック千里で私の名前も入ってたんですよね。すいません。あ、こんばんは、千里です。もうね、すごいあれなんですよね。ここめちゃくちゃ特等席で、後ろでからこうこんなに華やかなお二人をこう見守れるし、まあ、なんならなんか私がこうして MC 喋ってる途中とか内緒話とかね、結構普段こそこそっとしてたりするのも全部見えちゃう特等席っていうので、私もいつもこうニコニコとしながら後ろから支えさせてもらっております。で、今回も一応アミミク千里っていうことで、私のアルバムの方からもやらせていただくってことで、まずはそうですね、ミクさんに吹いていただくってことで、中園亜美さんにも一度ご休憩いただくことにします。中園亜美まあ、このミクさんに吹いてもらうっていうのを想像したときに、まあね、結構はつらつとした曲もあれば素敵にバラードも吹いてくださるので、まあどうしようかなと思ったんですけど、今回は最近この曲いろんな編成でやることが多くてですね、ぜひちょっと今回はミクさんのサックスで聴いてみたいなとこう思い立ったので、はい、選ばせていただきました。私もちょっとバンドでやるの久しぶりなんですよ。最近はなんかベースとデュオでやることが多かったりもするので、はい、これをね、そう、ベース、そう、桜井哲夫さんと実はこの曲デュオでやってみます。すごい楽屋の話みたいな感じこれを今日はテナーサックスで吹いていただけるってことで選ばせて、わー、お願いします、すごい楽しみです。ということで、じゃあ私のセカンドアルバムのブエナビスタの方から All This Love という曲をお聴きください。お願いします。Thank you.
す川口千里。ありがとうございます。すごいめっちゃかっこいい曲、も大好きな曲で、なんとあの必死で頑張りました。いやすごい、こんなに熱くなったのは初めてかもしれない。米沢さんのそのミクさんのこうオールディスラブ、そのラブ感っていうのが、ラブ感重いかもしれない。結構重めな重かったかもしれない。結構そういうもうなんかすごい新鮮でめっちゃ楽しかった。ありがとうございました。ありがとうございます。次テナハン、はい、ということで、もう一曲、私のちょっとソロ曲でですね、またちょっと暑苦しい、曲にはなってしまうんですけれども、はい、次は私のオリジナル曲を、一曲、やらせていただきたいと思います。エキゾチックグラビティという、アルバムからテナーハンターという、曲なんですけれども、今日はレコーディングしてくださいましたジュンさんご本人に弾いていただけるということでですね、とても楽しみにしております。はい、本当に、はい、ということで、騒がしいコーナーに続きますけれども、最新のアルバムエキゾチックグラビティから、テナーハンターという曲をお届けいたします。
お騒がせしました。ありがとうございました。テナーハンターという曲をお届けいたしました。それでは次はアミさんのソロコーナーということでですね、アミさんをお呼びしたいと思います。オンサックス中園アミ、大きな拍手をお願いします。次のよいしょ、ありがとうございます。じゃあもう一度大きな拍手で送ってあげてください。米澤美空、さあ次からはアミさんに吹いていただくということで、実はアミさん最近、はい、私と一緒に1枚、そうですよね、そう、ありがとうございます、お世話になりました。こちらこそ、本当に実は清泉ジャズっていう企画もの、ね、を定期的に赤坂のお店の方でやってまして、で、ね、実はもうすでに1枚ライブでやったものをこう録音して、ライブ版でいいの、嘘だよ、あ、持ってる持ってる、それそれそれです、そう、発音がね、そう、 Do みたい、 DUEX って書いて Do って読む、何語なんでしたっけ、結局フランス語じゃないですか、フランス語か、 Do じゃないって言ってなかった、 Undo Throw の Do か、あ、そう、その清泉じゃ多分言ってた気がします。あ、これね、大高お母さんが決められたのでね、決定なんですね。清泉ジャズっていうので、前回はお母様と矢堀浩一お父様とっていうので作ったんですが、今回はデューからはスペシャルゲストということでアミさんにも参加していただきました。めっちゃもう、はい、いい素敵なアルバムですよね。いや本当にすごく良くて、そう、私が自分の演奏とかじゃないんですけど、参加させてもらった曲も本当に大好きな曲で、ね、大高さんの曲とか、ね、すごい素敵な曲があって、ぜひそちらはお手元の CD で聴いていただけると、ね、置いてあるのかな、置いてある、あるよね、あるある、うんうんうん、買って帰ってお願いします。ぜひ一家に一枚。で今回はせっかくなのでちょっと清泉の曲から、ね、持ってこさせてもらったんですよ。そうですよね、これすごい清泉にしては珍しく4分の4で確かにそうだね、そうなんですよ、一番平和な曲で、確かに逆に清泉じゃやらなくなっちゃった、そうなんだ、もうこんな簡単な曲やらねえよって言われてしまい、確かになんか清泉のにしてなんだろうとは思って、曲もアルバムの中に入ってるじゃない、清泉かなこれっていうくらい平和な曲ですよね。あ、でもすごい好きな曲すごい楽しい曲、ぜひこういう場でもやらせてくださいってこうお願いしたところ、いいですよという、じゃあレアだね、レアです、なかなかやる機会ないので、今日はそれをアミさんにがっつり吹いていただこうかなと思っております。では清泉のセカンドアルバムかな、これディオロジーの方からウィルフルキャットっていう曲をお聴きください。Thank you.
ありがとうございました。清泉にしては簡単と言いましたが、全然メロディーはすごい難しいんです。ね。とはいえ、清泉がもう高度すぎてね、この曲もが簡単に思えるくらいっていうことだよね。まあ、なんかもう4分の4、大高お母さんはね、普段別のバンドでやってるから、清泉ではちょっと4分の4はやりたくないと思う。じゃあもう封印されてる楽曲だったってことですかね。もうなかなかライブじゃやんないでしょうね。いい曲でしたよね。いい曲、みんなでうなずいてありがとう。ナイス選曲。このアミミク千里は本当に何回かやってますけど、まあ、初めの頃はもうこう持ち寄りで曲やっていく感じだったけど、だんだんこうアミミク千里が今度あるよっていうと、あ、じゃあこう2巻で千里ちゃんがドラマ でうまくこういい感じになる曲をっていう風になんか探せるようになりましたけど、先生先生、あの企画世代先生お川でございます。先生ありがとうございますねえ、それぞれの、ね、ライブも皆さんすごいんだけど、このコラボどうですか。どうですか、やっぱり素晴らしいですよね。この相乗効果というか掛け算に、ね、なってて、はい、男性連中は寡黙に演奏しておりますそう、すごい静かにやってくれてるんですけども、なんか、ね、寡黙でもないよ、結構いろんなことやってる。そう、全然寡黙じゃないですよね。喋らないだけで、そうそうそう、いやもうフレーズはね、結構だんだんこうあの企画の良さが出てきたんじゃないかなと思って、ね、ね、はいはい、今回もそして今日はなかなか自分のバンド以外でこの曲やることなくて、次の曲、そうなんです。で、越司さんにぜひこのなりきってもらって610っていう曲、610っていう曲やるんですけど、今日は越司みたいな、今日は小川みたいな、いつも武藤なんです。多分全然わかんないですよね、何言ってるかね。何言ってるかわかんないんですけど、越司さんが今度は大変な曲を用意しようかなと。はい。越司さんがずっと目立つ曲を今日は、ありがとうございます。選びました。いや、私目立たなくていいんですよ、全然。ここでぜひ爆発していただいて。はい。バーンとやりましょう。はい、じゃあやりましょう。やりましょう。はい。
ありがとうございました、武藤という曲でした。それでは我らがみくちゃんをカムバックして、はい、お願いします。本当だ。8時貫徹なんで、あ、すごい。本当だね、超早いね。8時にみんな出ないといけないで、今のこのタイミングで飲み物をぜひ一回頼んでみていただけるとみんなが助かる。よし、ちょっと待ってください。で、何でしたっけ？何て言ったんですか？あ、じゃあこのやめよう、これ飛ばします。はい。ちょっと熱くなってしまったね。じゃあ次で最後の曲です。はい。あっという間ですね。なんか2秒ぐらいだ。どうしよう。はい、早いですね。今日は、あ、そうだ、業務連絡時が、違います。今日グッズを買ってくださった方には、今日アミミク千里ということで3人 の、 サインが入ったコースターをですね、今日サイン会とかベタベタイチャイチャとかできないので、コースターで、コースター方式にし、しておりますので、それのあれをあれして、ぜひグッズをあれをあれしていただけると、嬉しいです。よろしくお願いします。じゃあ最後の曲ですかね。はい、はい、最後の曲、アンコールあります。巻きでやります。千里ちゃん の、 ファーストアルバムアラモードですか、のインフィニットポシビリティで最後とさせていただきます。今日はありがとうございました。アミミク千里でした。
やりまーす。ありがとうございます。あと5分なのですいません、ソロもほぼなしぐらい感じになってしまうんですけれども、最後にあのアンコールということで、はい、最後あのせっかくアミさんの、はい、曲なので、そうだね、最後にあのやります、ネバーエンディングっていう曲なんですけど、あのぜひ一緒にやってみたかったので今回はこれをやります。やってみよう。5分
ありがとうございました。今日のメンバー紹介します。オンキーボード阿部純、オンベース田中慎吾、オンギター小川悦司そしてオンドラムス川口千里オンサックス中園亜美そしてサックス米澤美久でお届けいたしました。阿部美久千里でした。ありがとうございました。よし、時間大丈夫だ、終了、ありがとうございます。撮影タイムだけじゃ急いで、はい、撮影タイム、あの1分だけ撮影タイムで、あのそうだ、あのお店のあれで、あのお席の状態からあの手を伸ばして撮ってくださいということで、写真タイムです。はい、あ、皆さんのライブ告知とかの時間はもう何もなかったですね。あの物販とかあのあれがあれなんで、あれしていただければと思います。亜美さん、何か告知ありますか？大丈夫ですか？皆さんありがとうございました。本当、あの静かな時間ですね。静かな時間です。あ、じゃあちょっと一つ告知してもいいですか、はい、あのなんか先の見えない中なんですけれども、5月4日またここでバースデーライブを行えるといいなと思っております。あのぜひ皆さん、あのお越しいただければと思います。よろしくお願いいたします。もうちょっとゴールデンウィーク中なんですけれども、はい、よろしくお願いします。はい、できるかなっていう感じです。もう、はい、じゃあ良いですかね。はい、それではあの皆さん、撤収のお時間がやってきましたあっという間でしたね。ありがとうございました。また元気に会えるように頑張りますので、どうぞよろしくお願いします。阿部美久千里でした。終了。